マリオメーカもういいやろ、もう。もういいで。もう勢いで言ってもらう。はい、どうも。何も考えてないです。今回ですけども、俺が、影で作ってきたコース、ドラゴンボール、キントン乗りこなせというステージ。キントンを、名人に、10分チャレンジ。でもらうかも。5分、5分でいいかな。5分け ?5 分チャレンジ。そんなもんな。5分でいけるやん。こんなクリアしやがらね、こら。まぁ、10% やから。じゃあ5分間で名人がクリアできるかどうか。名人これ初見なんでね、いきます。始まったら5分。俺も知らん、あんまりこれ。いこう。ちょっと知っただけやから。乗りこなせ。俺が作ったコースね、これ。ああ。お、うわ、ああやばいやろ。これ乗りこなしたらいける。乗りこなしたらやっぱいかれへんな、それ。半端ねえ。ああ。これは、下から？え？これ下から行った方がいいんじゃない？あの、ちょっと上がった瞬間に。やばいよ、これ。え？うわ。うわあ、ああ、そういうこと、そういうこと。うわ上に。気を取られたな、今度下がもう。結構、おもらしてじゃん。やばいな、これ。結構、おめちゃ簡単作ったん、これ。敵は危ない。うわ、危ない。うわ。えやろ、これ。結構、これ5分くらい作ったん。これ結構簡単作ったん、ほんまに。5分くらいで。いや、もうなんかその、ドラゴンボールでキントン行きたいな。うわ。キントンに乗ってなんかやろうかな、みたいな。ところから始まって。チャーラー、へっちゃらけ。うん。で、このパックン使いたかったね、この。うわー、うわ、いった。いけるんじゃん、俺。うわ、いけるやん、いけるやん、うわ、うわ、来たー、うわー、ええー、早っ、まぁ、あ、10パーやって納得のあれやん、うん、考えたまさかったうんなるほど終わったな早かったー早いなー前さん、次じゃえ前さんいや、もういけるやん、いやいやいや、まぁ、向かう、向かう、じゃあ、この残りで、ナボの3分でいや、いけるってこと、さすがにさっきのわからんぞ、前さん油断して終わりやん、もうこれ油断というか、もう違う道がもしかしたら、あるかもしれないですからねあ、上からげ。はい。え？お、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 来た！うわーすげえなるほどうわやばいやろ、この数。あ、そういうことか。もう、これ分かってもんだよ、もう。楽勝し、うわ！うわああ、そういうこと。あと3分しかないぞ。いや、いけいけ。やばい。さっきのでもういけ、いけ。大丈夫か？ごめんなさい、クリアできんかったらシャレならんすよ。いや、シャレにならへんやろ、そら。えぐいな、これ。こいつらついてくれよな。え、うざうざ。そろそろ。あれそろそろやろ、思ったのに。弁天アウト。まあ、まだでしたね。時間を稼ぎ。いや、でもこの攻略方法で俺行きたい、もう。これが多分一番楽にいける方法なの、多分、俺が思うに。やっぱり僕と同じじゃ。おもんないやろ。やめろか。そいつは踏んでいくっていうのもありかもしれない。うわぁあれ、ぴったりじゃねえとあかんねん。無駄やろ。何個フラグや。一回上に行く。危ない危ない。この下に行くんが難しい。絶妙やろ。さ、永遠にもついてくるわけですからね。いや、これってさ。降りれないですよ、もう。クーザートゲのだけでやばい。やばいやばいうわさっきのやばいさっきのすげえやばいったわ。聞こえ。すげえいったったいったった。違うやり方ね。で、残り、1分で、1分45秒で、あの、水中の。えどっちかクリアしてもらうか。水中イライラボ。結構これは評価高いんで、水中イライラボ結構。4%。残り、30秒で名人でいけるんじゃん。俺さ、から1分。まあまあ、あと1分ね。もちろん僕、今度はもう目つぶってでもいけるような気もしますから。おっ、おっ。ヒカルさん、ごっつい。マスター作ったんだ。うわっあっまあ、2回ぐらいチャレンジ、あと1回ぐらい。アウト。これほんま、名前の通りイライラさせるやん。プレイヤー。チカって感じやな。イライラ。イライラ。うわ、これあかんわ。うーわ。あと何秒 ?1 分。あと1分切りますよ、もう。あと1分。切りました、1分。ラスト1分。あ、焦りがこれしちゃいますね。あと、ちょっと1回、切りますね。あましたがどこまでいけるか。お、お、お、いける？おぉ。おぉ。うわぁぁぁぁ。おぉ。結構いいペース、いいペース。おぉおぉおぉ。いい感じ。結構いいペースだぞ。いい感じ！おおおお、いける？
おお、だいぶ、ここからが、あの、二マスが肝。あーあー肝、マジで肝、マジで肝。うわあ、来た。やばい、行く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 、これ行くわ。おおおおおここまで来た、初めてですよね。はい。はは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 ああ来た。ああ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 くそ。はい、メディラスト一回だけ。一回だけ。あれちょっともう一回言いましょう、もう一回言いましょう。5回くらいやってんじゃん、俺も5、6回やったやろ、俺も。うわーやばい。あーさっきの腹立つなー、ちょ感覚があれや、って感じや。もうあそこまでいっとって。あれがあれや、うん、おい最後だ、斜め度やからな。うーわ、いったと思ったわ俺自分で。お、順調順調順調。お、来た。うーわ、余裕。お、余裕発言。あ、ここ余裕、余裕。うわお、お、お、ここ、ここ、あ、ここはまあ3か。3マスが上や。3マスがあるのありがたい。うん、ありがたい。ほんまそこはちょっと気抜いたもん。3マスほんま余裕や。そっから一気に2まで戻るからな。うん、2がきついや、ほんま。おー、ここ行くか、ここ行けたら。うん、来た。これ肝まで行くかな。おー、来た。オッケー、休憩。2がまだ2来た。オッケー、休憩。休憩。俺はマリア、そんな長く息持たんぞ。おーい、いった、うわー、この抜けたらでかいけどな、ほんまに。ここ抜けたら、うん、世の中ではあれやん、あの斜めの簡単な。いや、斜めはむずい、一番むずい。嘘、一番むずいと思う、俺は。お前一番むずい、斜めやっぱり神経が、うん、研ぎ澄まさな、うん、ここで負けるわけにいかん、斜めのとこ行かない。長く感じるよ、あそこめっちゃ。うわー、来た。ちょっとずつしか動かれへんから、ちょっとずつしか動かれへんから、長いねんて、お前。最後の取りで、最後の、うわぁ、やばい、いける。え、うわぁ、やばい、うわぁ、一緒だ。いいよ、いいよ。一緒のとこだ。斜め、うわぁ。いやぁ。はい、じゃあ今回はね、まぁ、あの、新しいコースね、作ったやつ。まぁ、お披露目プラスで名人に行ってもらうんですけど、まぁ、結構簡単なコースだったんですけど、まぁ、ここはやっぱ結構鬼門ですね。いや、最後の。うん、斜めのゾーン。最後、斜めゾーンのむずい。行ったら、クリアしたいけど。まぁ、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日、明日。